サッカー J リーグも26日の開幕へ向けキャンプ真っ只中。昨シーズンリーグ戦と天皇杯を制した川崎フロンターレは、東京オリンピック世代の三笘薫が絶好調。去年ルーキーながら13ゴールを挙げ旋風を巻き起こした23歳は、昨日の練習試合で1得点を挙げるなど、新シーズンへ向け順調な仕上がりを見せています。前線からの守備だったり、もっともっとチームに貢献したり、去年取れなかった得点のパターンだったりというところも、増やしていきたいなと思っている。